皆様こんばんは。ワークスアプリケーションズの島崎誠さんと申します。今回もやっていきましょう。今日は特に挨拶なく早速入っていきたいと思います。挨拶一つだけありました。ワークスアプリケーションズでは、剣道を学んだ優秀なエンジニアを募集しております。興味のある方は、ご連絡いただければ、何かしらの方法でご連絡いただければと思っています。はい、これは言わないと怒られるので言いました。では早速中村さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。2回目なのにですね、数学の勉強会2回目にこんなに集まっていただいて、大変光栄です。ありがとうございます。まあ、つくづく素晴らしい会場ですね。ここを提供していただきました、ワークスアプリケーションさんに、この場をお借りして、御礼を申し上げたいと思います。で、まあ、前回と同じですね、剣道を題材に、いろんなことを勉強します。資料はですね、前回と同じ場所に置いております。パーティークの方に URL がありますので、はい。で、第2回始めますけども、タイトルはモノイド群、ということです。第2回の内容ですが、こんな感じということで、モノイド勉強会ですね。タイトルを間違えました。モノイド勉強会を始めたいと、思います。まあ、ちょっとこれふざけてるわけじゃなくてですね、一旦ですね、剣道を離れましてですね、モノイドと群という概念を紹介します。これはプログラマーならぜひ知っておきたい、計算機科学と密接に関わっている概念です。モノイドと群は実は対象が1個だけの剣というものです。そのあたりは今日は話しませんが、いずれにせよですね、剣です。剣の一つです。剣の中でも、まあ、とてもシンプルだけどシンプルすぎない、剣です。これをですね、しっかりと理解しておくということは、剣道の勉強の助けに、なるはずです。ということで、今日はモノイドトークンやっていきたいと思います。ちょっとですね、用語と基本について注意なんですが、まずですね、自然数とは0以上ということにします。この回ではですね、0も自然数ということにしますので慣れてください。で、それから、まあ、これもちょっと奇妙な書き方なんですが、まあ、ハスケラーは馴染みがあるかもしれませんが、二項演算子ですね、まあ、この星で今表してますけど、二項演算子の第一引数もしくは第二引数を定数値に固定した関数を、まあ、こんな赤で書いたような書き方で、表すことにします。2プラスっていう関数は左から2を足すという関数ですね。プラス2という関数は右から2を足すという関数です。便宜的にこのような記法を使います。まあ、ハスケルではセクションという記法ですけども、数学では普通使わないですよね、こんな書き方。まあ、便宜的に使いますので慣れてください。さて、では、モノイドというところに入ります。しばらく定義と例示が続きますが、我慢してください。モノイドとは何かと、モノイドは集合 M です。そしてその上に二項演算、これはドットで表しています。この2つの組です。集合と二項演算の組です。二項演算というのは足すとかかけるとかそういうのですね、引くとか割るとか、まあ、引く割るだとモノイドになるんですけど、足すとかかけるとかそういうのを二項演算って言いますね。で、ちょっと注意したいのが、この M 乗の二項演算っていうのは、これはですね、 M 乗っていうのはどういうことかっていうと、 M、 この集合の中のどの2つもちゃんと演算できて、そして答え、その演算結果もこの M に入っていると。M の中で必ず定義でき、常に定義されて結果も M に入っていると、 M について閉じているということです。いいですかね。別に自然数足す自然数は自然数みたいな、そういう話です。これは自然数上の演算という呼びますね。そういうことです。というもので、2つの条件を満たすものです。結合率、結合率っていうのは左側から、演算しても右側から演算しても変わらない、分かりやすいですね。それから単位元が存在すると、ある単位元、まあ、E というのが存在して、その E というのはどういうものかというと、任意の値 X ですね、任意の X と演算したときにキャンセルできるということですね。この E ドットとかドット E はなくても変わらんということですね。キャンセルできるもの、この単位元というふうに言います。非常にシンプルな代数的な集合ですね。
代数形ですね。で、この集合 M のことを、大集合と、アンダーライングセットというふうに、呼びます。でまあ、誤解の恐れがない場合はちょっと面倒くさいんで、あのモノイドを M って言ったり、モノイドの集合を M と言ったり、記号を、一緒に使いますので、まあ、ここはちょっと慣れてください。ご注意ください。さて、じゃあモノイドどんなのがあるかっていうと、とても簡単です。例えば自然数と足し算。自然数と足し算はモノイドです。なぜならば、まず自然数足す自然数は自然数だから、閉じてると。そして、左から足しても右から足しても変わらない。ですね。で、0が単位である。足し算について0はなくてもいいと。ですよね。大丈夫ですね。どんどんいきますよ。掛け算。自然数と掛け算。自然数かける自然数は自然数。そうですよね。左からかけても右からかけても変わらない。1が単位だと。掛け算に関して1かけるとか、かける1ってのは、まあ、あってもなくても変わらない。そうですよね。これもモノイドです。さあ、どんどんいきます。加法とか情報によるモノイドですね。まあ、これたくさんあります。足し算、掛け算によるモノイドです。例えば整数。さっきは自然数でしたけど、整数もモノイドですよね。そうですね。有理数、実数、複素数、点点点、みんなモノイド。足し算についてモノイドですね。ゼロが入って、ゼロが入って足し算で閉じてればモノイドです。ゼロが入ってなきゃモノイドじゃないです。正の自然数はモノイドじゃないです。ゼロがないから。ゼロが入ってさえ、ゼロが入ってて足し算があれば、まあモノイドです。まあ2の倍数とかもモノイドですね。2の倍数足す2の倍数は2の倍数。偶数足す偶数は偶数。閉じてます。閉じてて0が入ってる。ですね。だから奇数はモノイドじゃないんですね。奇数と足し算。だから奇数足す奇数は偶数だし、そもそも0は奇数じゃないということですね。まあ、掛け算についても同じですね。まあ、自然、整数、有理数、実数、複素数。1が入ってて、で、閉じてると。正の自然数、この1が入ってて、掛け算について閉じてる。自然数×自然数が自然数。それから最後のこれは1、2、4、8、16、32、2のなんとか乗と、2の自然数乗というやつですね。2の累乗 ×2 の累乗は2の累乗。これも閉じてるし、1が入ってると。1は2の0乗ですね。大丈夫ですね。2の0乗が1です。まあ、たくさんあると。それから、ですね、まあ、重要なのが列と連結。まあ、列って書いてますが、これはですね、前回判明したのがリストというとですね、数学系の人には通じないですね。いかにそのリストというのが私たちの業界用語になっているかというのが分かる。列と表現します。有限列です。有限の列。無限列じゃないですよ。ハスケルだから無限列はどうなのとか言わないでください。有限列です。ですから、有限列とそのアペンド連結、これはモノイドです。要するに連結、どこから連結しても出来上がる列は変わらない。そうですね、列がいくつかあったときに、どこからつなげていっても最終的にできる列は変わらない。ですよね。そうですね。わかります。ちょっとわかんない。これがまあ 列を連結するそういう命令なわけですが、もう分かりましたね。こっちから連結したって簡単ですけど、こっちから連結したって、まあ、変わらないですよね。変わらないですよね。でそして、どんな列も、何も空っぽの列ですね。空っぽの列っていうのは、アペンドしても、おっと、また止まっちゃった。まあいいや。アペンドしても空っぽの列っていうのは、キャンセルできますよね。空っぽの列をアペンドって意味ないですね。消してもいいですよね。ということでモノイドです。
列の一例として文字列ですね。文字列も、まあ、もちろん列ですからモノイドとなります。まあ、モノ、あの、要するに、まあ、なんでこの例出したかというと、あの、文字列ってプログラミングでよく使いますよね。で文字列はモノイドですから、今から流行る話というのは文字列にもすごい関係してくるということですね。でそれから、論理話と論理積、論理話というのは勝つ、論理積というのは勝つ、論理話というのはまたはです。集合は true と false、 真理値、真理値です。 true と false が真理値です。 and、これが論理積です。結合率はまあ大体もうちょっと省略しますけれども、単元だけ確認しておくと、要するに true and true は true だし、 true かつ true、 真かつ真は真、ね、true かつ false、 それから false かつ true は false ですね。そうですね、あの、勝つっていうのは両方真の時だけ真で、一個でも、偽だったら偽っていうやつだったじゃないですか。これなんで単元かっていうと、要するにここの true& ってのなくっても変わらないでしょ。 true& こうしない、ここの true& ここの and true、 これなくなっても結果変わらないですよね。ですよね、キャンセルできますよね。ですからこれあの、true が単位、 true が単位、それから、同じ or ですね。 or は、false を単位元とするモノイドになります。はい、どんどんいくと、集合の join と meet、集合の join というのは、join というのは和集合を取ることで、 meet というのは共通部分を取ることですね。でこれあの任意の集合とかだとちょっとダメなんで、まあ、あのちょっと分かりやすい例を1個持ってくると、べき集合というのがあります。これは今後もよく出ますので覚えてください。べき集合、パワーセットというやつなんですが、パワーセットというのは、この PA ですね、パワーセットオブ A というのは何かというと、 A の部分集合、 A の中に含まれている集合全部の集合ということですね。例えば 1,2,3 という集合のべき集合、パワーセットっていうのは、その中に入っている、ま、空っぽ空集合、1だけ2だけ3だけ1と2、2と3、1と3、1、2、3、これが全部ですよね。大丈夫、大丈夫ですか。今後よく出てきますので、あの、慣れてください。そうするとですね、このパワーセットですね、パワーセットオブ A、 それから、ジョイン、これは空集合を単位元とするモノイドです。空集合と、和集合を取ったって、空集合と他の集合をくっつけたって変わんないですよね。そうですね。ということで、空集合が単位元。逆に、A のべき集合と、それからミートですね、かつ、これは A を単位元とする、モノイドです。A は全部含んでるんだから、A の中に。A の中には全部入ってるんだから、それ と、A の部分集合をかつとっても、だって A には全部入ってるんだから変わんない。そうですね、別にここの 1,2,3 という集合と他の集合のかつとっても、だって 1,2,3 全部入ってるんだから、結局こっちで出てくるだけですよね。それから、最大値最小値、これもちょっと条件がつくんですけども、集合 A をですね、最小値 M、 最小値がある集合の数値の集合としたときに、MAX ですね、大きい方を取るという演算について、これはモノイドとなります。なぜならば最小値と他の数の MAX は他の数の方、 X の方だと、で M は最小なんだから、 M と X の大きい方とは X でしょうと、逆もしかりね、最大値ラージ M を持つ集合と演算 min というのはモノイドとなります。で、まあ、これはちょっと数学者の人はもどかしいなと思っているかと思うんですが、これらはですね、誘拐反則はモノイドであるというとてもかっこいい表現でですね、今の3つが全部説明できるので、まあ、あの、そう言えよと言いたい人もいるかもしれないんですけども、まあ、あの、実はですね、前回やった積、余積出てきましたね、積、余積、プロダクト、コプロダクトというのをやらないと、ちょっと速というのの、この反則、速というのを説明できないので、これは後の回に説明します。さて、ちょっとしばらくですね、つまんない例示が続いて申し訳なかったんですが、プログラミングの話に入りたいと思います。今見たのは何か。
まあ、データの列があってそれに対する集約演算、まあまあ、集約とか集積なんかこう集めるとか、まあ、そんな感じ、集約演算集積演算というのはモノイドと関係します。要するにそのデータの列があってデータの列があって全部足す全部かける、例えば平均値を取るとか、まあ、これ足した後なんかではあるんだけど、それから条件を満たす要素を集める。これはさっきの集合がモノイドだとかそれからリストが列がモノイドだというのを使ってできる。それから最大値や最小値を計算する。これはマックスミン、これがモノイドを作るということでできる。それから、論理積、論理和がモノイドでしたから、何らかのテストですね。全部何とかでしょうかということのテスト、もしくは、何々を満たすものがその列に入っているかというテストができるということですね。これはみんな何らかの情報を集約している演算ということに操作ということになるじゃないですか。でこれがさっき見たように全部モノイドですと。モノイドとして形式ができる。関数型言語では、フォルドというふうに呼びますね。畳み込みというふうに呼ばれますけれども、畳み込みというのはモノイドと密接に関係しています。で、まあ、ちょっとどんな感じかというと、格納データをですね、まあ、要するに直列化できる。要するに直列化というのは要するに順番1番2番3番で順番がつく、格納しているデータに順番がつくような集合ですね。直列化できるコンテナがあればですね、畳み込みをもうすぐ定義することができます。要するに例えばこの左側に書いた絵はこれは木ですね、ツリー、トリーですけども、これに、これをまあ一列に並べればですね、並べる、アルゴリズムがあればその間に演算モノイドの演算をトン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 と入れて畳み込みができるといいですね。だ結局、まあ、こういうことをしたいときに皆さんが書かなきゃいけないのは結局順番をつけることだけなんです、本質的にはね。そのハスケルのフォルダブルとかっていうライブラリ使ったことがあると思うんですけど、フォルダブルってなんじゃっていうと本質的には直列化できるという、まあ、ことなんですね。まあ、列とみなせるというの、まあ、とにかくいいですかね。こうやって1列に並べてモノイド演算を間に突っ込む。これでさっき書いたようなありとあらゆる、まあ、言い過ぎですね、まあ畳み込みができる。なんでモノイドだといいのかということですね。モノイドっていうのはさっき言ったように結合率が成り立ちます。結合率はどこの部分から演算してもいいというやつでしたので、例えばですねこういうツリーを畳み込む場合には部分儀ですね、この左側の部分儀をまず畳み込んで、で次右側の部分儀を畳み込んで、でその後一番上に畳み込むというふうにやっても最終的にできる順番は PQRSTU 変わんない。でどこから畳み込んでもいいんだから、結果の正当性が保証される。モノイドであれば結果の正当性が保証されるわけですね。わかりました。だからこの話を聞いて、あそうかこれは並列計算と関係するんだなと。そうですね。研究とかで並列計算のアルゴリズムを書くときにですね、足し算はこうやると速くなりますよとか掛け算はこうやると速くなりますとか、そんなこと言われてもつまんない汎用性がないんですよ。任意のモノイド演算はこのやり方で並列化できますとかっていうふうにこう言わないとですねダメなわけですね。研究とかで言ったら足し算が速くできるとか言うとなんだそれって、そんな価値のないようなことを書くのかその価値なんですね。数学をちゃんと使わないことということです。モノイド演算は全く同じアルゴリズムで畳み込める。だから皆さんこれもイメージしてください。皆さんの自家製のファイルシステムとかですね、自家製のデータ構造とかですね、なんかそういうの自家製の何かに、こう畳み込むものを定義すればもうありとあらゆる集約がその上でできる。1個書けばこれが便利ですね。さてでですね、都合よくですね、その最初からコンテナにモノイドの値が入ってるわけじゃないんですよ。普通まあ皆さんデータ構造って例えばなんかいろんな情報が入ってますよね。その名前とか、 なんか年齢とか、人のデータベースだったらそんな感じだし、ファイルシステムただファイルが入ってて、そのファイルにはデータが入ってるという感じですよね。だから都合よく最初からモノイドの値が入ってるわけじゃないんです、コンテナにはね。だからまあ使うときには一旦マップ、適当な関数 F でこの個々の値を別の値にマッピングします。モノイドの値にマッピングします。一旦例えば足し算したかったら足し算に関するモノイドにマッピングすると。
掛け算したかったら掛け算、その後畳み込むということですね。よろしいですか。こういうパターンがよく出てくる、でこの場合ですとね、マップの時点でコピーが発生しますから、ツリーを一旦コピーしますから、それじゃ嫌ですね、合成しましょう、フォールドマップ F、フォールドマップ F、 これを1個作ればもうこれでありとあらゆる畳み込みがツリーをコピーしないでできると。本当かよということで、ちょっとコードをお見せしたいと思いますので、ちょっとマイクをお願いしてもよろしいですか。ちょっといくつかおまじないを、まあ、せっかくなんでツリーをちょっとやってみましょう。ちょっと待ってくださいね。なんかツリー、ここら辺は分からなくていいです。まあ、ツリーができましたと。一番上に4があって、その下に1、2、3が入ってて、2の下に1が入ってて、3の下に1、2が入ってて、2の下に1が入ってると、ツリーができました。さて、あ、じゃあマイクか、すいません。これだとですね、これでですね、これにフォルトとか言ってもですね、それは何すりゃいいか分かんないわけですよね。何すりゃいいんだよと、インテジャーはどんなモノイドだよと怒られちゃうわけですね。ノーインスタンス4モノイ、モノイドインテジャーとか、インテジャーとか言われて、インテジャーは何のモノイドだと、怒られるので、適当にマップします。あ、ちょっと、ハスケルが分からなくても多分コードの意味は分かると思うんで、どんどんいきますけども、モノイドっていう、まあ、コレクションがあって、このモノイドっていうコレクションの中になんかいろいろ入ってるんですよ。おっと、すいません。大変失礼しました。もう一回書かなきゃ。さっきのツリー でこれをですね、避けたマップですね、ここでお見せしたマップをなんかするんですよ。で、まあまあ、F マップとここで書くんですけども、例えば SUM というのをこうマップするんですね。これはさっきのモノイドのコレクションに入ってるんです。ここに、さっきのモノイドのコレクションのここにですね、どこだ、ここって、あ、ここ。ここ。A が数値なら、SUMA っていうのはモノイドですよって書いてあります。数値だったらそれを足すっていうのはモノイドですよと。数値は足し算に関してモノイドですよって書いてある。でこれ使わせてもらいましょう。トゥリーを F マップで SUM にするとこうなります。要するにさっき4とか1とか2とか単体で入ってたのが、私は足し算についてのモノイドの要素ですっていうふうにこう変わる。私は足し算のモノイドです。そしたらこれにですね、フォルドと書けば全部足すということができる。同様に、プロダクトは全部書けることができると。いいですね。ただまあこういうのを作っちゃうと、Fmap の時にツリー全部コピーしてますから、だからもっと効率のいい、まあ、効率がいいだけじゃなくて数学的に実は意味があるんですけど、フォルドマップというのを使います。いいですね。これで本当にどのくらいのことができるかをちょっと見てみましょう。例えば、ですね、ツリーにいくつ接点があるか、どうすればいいですか。多分オブジェクト思考言語に慣れている人はですね、おそらくクラスツリーというのを作って、その中に、ゲットナンバーオブノーズとかこうそういうメソッドを多分作れると思うんですね。どうすんだ、コンストのサム1こうかな。違う。これいらなかったかな。そうか。だからこうでいた。
こうか。こうでいいですね。まあ、カッコいらないけど。これでいいですね。これ記号はですね、この、まあ、見たことないかもしれないですけど、これはですね、X をサム1っていうのにマップする、要するにこれが関数ですね。これが関数です、1個。まあ、無名関数と呼ばれるんですけども、要するに X、ツリーのすべてのノードの値を1にしますと。1にして、まあ、それは足すんですと。そうすれば全部で8個接点がありますよ。ということが分かると。もうちょっといろいろやりましょう。他の例。ツリーに入っているやつを全部集めたい。さっき言いました、列、リストはモノイドです。要素を長さ1の列にすれば全部集めることができます。集合にしたい。集合にしたかったら、まあここもちょっとハスケラじゃない人にはちょっと長い表現しますけど、これはですね、本当はこの X 消せるんですが、これは、すべての X を、まあ、このデータドットセットと、セットというのは集合ですね、集合。シングルトンというのは、単一の元、元が1個の集合ですから、X1 個の集合にしますよと。X1 個の集合にして畳むと、さっきのツリーには1と2と3と4が入ってましたよ。集合としてジョインして集めてくれたですね。はい、ちょっともっといろいろ見ます。今度はですね、ちょっとなんか条件を、見ましょう。論理的。すべて偶数ですか？いいえ。一つでも偶数ありますか？はい。分布マップ書けるということですね。それからですね、いろんなデータを集めたいな。足しもしたいし、掛けもしたい。これです。タフルですね。タプルモノイドです、タプルにするとですね、足すというのとかけるというのを一緒にやってくれると。これ超便利ですね。例えば、持ち列もモノイドでしたから、小とかすると全部持ち列になって、帰ってくるというですね。まあ、もうちょっとやってみましょうね。偶数だけ足したい。偶数だったら足して、それだったらゼロ。偶数だったら、イーブンだったらそのままサム X にして、奇数だったらサムゼロにすると。偶数だけ足すということができます。まあ、今偶数とか奇数とか、まあ、これはつまんない例ですが、これがですね、例えば人の情報格納した例だったら、例えば男の人の情報だけ集めるとか、成人した人の情報だけ集めるとか、そういうのに使えますよね。使えますよね。とても便利ですね。ですね、こんなものでモノイドのです、ね、進化を発揮 してはいないんです。ですね、こんなんじゃダメです。これで喜んじゃダメです。こんなもんじゃないんですよ、モノイドっていうのは。冷静に考えるとよく分かんないんです。モノイドって何ですか？です、ね、足すとかかけるとかそんなしかできないんですかと。子供魂ですかと。もっといろいろ複雑なことをしたいです。何ができて何ができないの？モノイドで何ができて何はできないんですか？よく分かんないと思うんですよね。分かりますかね？イメージ湧きますか？まあ、湧くかもしれない。湧くかもしれないけども、でもはっきりとは言えない。こういう時にやっぱり数学で大事ですね。まあ、ちょっといくつか例を見ると、例えば絵を描くという作業をイメージしてください。絵を描くという作業は、まあ、白いキャンバスがあって、まずまあ円とかを描いて、まあ普通円とかがない、まあ、円を描いて、なんか 線引いて、で色塗って、みたいな、ね、そういうことをしますよね。こういうのは要するに絵を描くというのは一連の作業を集積した結果なんじゃないんですかと。いろんな作業を集積、ホワイトキャンバスのように畳み込んだ結果が絵なんじゃないですかと。畳み込みがフォルドマップで何でも畳み込めるというのならこういうのもできなきゃダメでしょうということですね。もう一個、例えばロボットの操作、右を向きなさいと、前へ進みなさいと、1秒間前に進みなさい、そして止まんなさいみたいな、そうするとロボットの動きができるわけですけど、こういったロボットの一連の動きっていうのは一連の命令の集積結果として得られるものじゃないんですか
まあ、いろいろ理想化すればですよ、あの数学的に理想化すればそうなんじゃないですか。でこの例、まあ、後で見ます。これはモノードでちゃんと形式化できるんですけど、この例の、この例がいかに重要か、まあ、今私はこれロボットと言いましたけども、表現を変えましょう。オートマトンといえばこれがいかに重要か。オートマトンって聞いたことありますか。オートマトン、要するに機械仕掛けの何かですね。外から命令列を入れると、まあ、内部の状態が変化しながら何かすると。まあ、要するに、まあ、はあの機械ですね。あの雑に言えば機械、自動機械、命令を与えたら何かするもの、これあの要するにオートマトンなんてそこら中にあるわけですよ。パソコンだってもはっきり言えば、まあ、あの理想化すればオートマトンだし、ね、自動車みたいなものをオートマトンと言えるかもしれないし、それからあとは身近な例だと正規表現、正規表現を、のマッチングを行うエンジン、これオートマトンでしょ。さっき言ったけど文字列もオートマトンでしょと。文字列もオートマトンで正規表現のパターンマッチエンジンもオートマトンでしょと。まあ、これなんかある、というふうに、まあ、思ってほしいわけです。さてで今これ絵描いてますけども、さてこれはちょっと絵描いてみると、まあ、ロボットの状態の集合、まあ、状態空間っていうんですけどもあって、でその周りに、ですね、ロボット その今の状態を取ってその次の状態へ、まあ、マッピングする関数が取り巻いている。そうですよね。こんな形になります。さっきのもそうです。真ん中に、まあ画像の集合があって、その周りにそれに何か変化を加える関数が取り巻いている。そうですよね。ちゃんと数学的に言いましょう。これをエンドモーフィズムというふうに言います。エンドモーフィズムと合成、これがモノイドです。エンドモーフィズムって何かっていうと、ドメインとコドメイン、要するにあの関数の、まあ元と言ったりね、これが同じ集合である関数を自己順動系写像、まあ、あの順動形というふうに今はあまり意味がないんです。自己写像でもいいです、はっきり言う。ただ、まあ、後々のために自己順動形という言葉に慣れておきましょう。自己順動形写像というふうに言います。エンドモーフィズムというふうに言います。これモノイドになるんですね。関数の合成ってどこからやってもよかったじゃないですかですね。そうですね、関数の合成ってどこからやってもいいし、それから、高等関数が単位元ですか。高等関数が単位元、そして、エンドモーフィズムとエンドモーフィズムは同じ集合が、まあ、あの同じ集合から同じ集合への関数なんだから、任意のエンドモーフィズムは合成できて、出来上がるのもエンドモーフィズム。わかりますかね。任意 この例えば F と G合成した結果はやっぱり A から A への関数ですね。だ閉じてますね。ってことはこれモノイドですよ。ってことはさっき書いたこんなのとかこんなのは、まあ、いろいろ理想化すれば、ここないですけど、いろいろ理想化すれば、モノイドが取り巻いた何かということですね。周囲にモノイドがうじゃうじゃある何かということになります。数学系の人はもう分かると思いますけど、これは作用素モノイドという、の一例ですね。作用素、作用、何かが作用する、作用で元、作用素モノイドという、まあ、ものの一例になっております。まあ今日はやりません、作用素モノイドと。まあ、作用素モノイドというのは、要するに真ん中に、まあ、なんか集合か何かがあって、で周囲にモノイドがこううじゃうじゃ取り囲んでいてですね。この周囲のモノイドが真ん中にあるやつに何か作用を及ぼすということです。さっきのロボットの例はそうでしょ。この命令、いろんな命令の列っていうのがモノイドになっていて、要するにだって列ってモノイドだってじゃないですか。命令の列っていうのがモノイドになっていて、それが真ん中にあるロボットに作用して、で状態の変化を引き起こすわけで、まあ、こういうのを作用素モノイドというんですが、まあ、あまり作用素というのは気にしなくていいです。まあ、とにかくモノイドであると、この周囲にモノイドがある。やってみましょう。
先ほどのモノイドコレクションよく見るとよく見るとあここにエンドゥーとちゃんと用意されています。標準ライブラリに入っているんですかね。これ信じられない言語ですね誰が使いこなせるんだという感じですけどエンドゥーというのが入っているのでちょっとこれを使ってみたいと思います。すいません、ですね、ちょっとでさっきできなかったようなことをやってみると、フォールドマップで例えば足したりかけたり、どうしましょうかね。 X もし X が、じゃあ偶数だったら、左からかけて、そうじゃなかったら、まあ、別に左右どうでもいいんですけど、右から足すですね。これさっきのモノイドじゃできないですよね。要するに2種類の演算だから。で、ただこれじゃダメで、これをエンドゥというので囲ってるんですね。エンドゥモノイド、私はエンドゥモノイドですよと、エンドゥモノイドですよと、というふうにしてやると。で、ツリーを入れるといいですか。そうするとこれと何、これで畳むと何が出てくるかと、これ、畳むとエンドゥモリズムが出てくるんですねわかりますね。値が返ってくるわけじゃなくって、ですね、この足したりかけたりっていうことをする関数を畳み込んだエンドモリズムが返ってくるということですね。わかりますね。返ってくるのはエンドモリズムなんで、ちょっとここ見た目汚いんですけど、後でも同じことがもっときれいに書けるようになるので、とりあえず今は我慢してほしいんですが、apply endo というのをやると、エンドモリズムが返ってきて、そいつには私はエンドモリズムですという余分な殻がついてるんで、apply endo というのをやると取れる。取れるんですね。で、取れたやつに何か値を入れるとこうなる。ちょっと検算してみましょう。検算しましょう。どれがいいですかね。あ、これがいい。なんだ。4、偶数だったらかけて、奇数だったら足して。偶数だったらかけて、奇数だったら足して、ちょっと順番が逆だと、まあいいか、で、なんだ次、3ですね、奇数だから足して、1だから足して、2だからかけて、1だから足すと、これちょっと謎のドルマークっていうのを使うんですけど、これに入れると60が返ってくるわけですね。ですね、こういういろんな計算をフォールドマップでできましたということですね。まあ、アップベンドみたいな謎の関数がついてるんですが、まあ、できると。そうするとさっき書いたみたいな、まあ、絵を描くみたいな、ああいう感じの絵で表現できることは、はっきり言えばみんなできるということです。すごいじゃんと。これはすごい汎用的じゃないというふうに思うわけですよね。思いませんでした？このエンドモフィズムすごいじゃんと。で、分かりやすい。こういうイメージ、すごく分かりやすい。なんか一個のものがあって、その周りに何かが取り囲んでると。そこら中にありますね、モノイドというのは。何か一つものがあれば、そいつの変化を引き起こす自己順動形がモノイドなんですと。ですね。だから、もうなんか一個、あ、だからモノイドはですから、モノなんですよね。ギャグじゃないですか。何か一個物があれば、その物が変化するしていく一連の写像、それをこう、かき集めるとモノイドになっているんですよ。面白いね。で、モノイドの表現という話しますけども、今見たようにエンドモフィズムすごいすごいじゃんと、エンドモフィズム最強じゃんというふうにこう思ったかもしれない。もしかしてエンドモフィズムだけで何でもできるんじゃないの？思いませんでしたか。もしかしてこのエンドモーフィズムのやり方で何でもできちゃうんじゃないかと思うのは自然だと思います。これはなんかもう最強な感じがプンプンするわけですね。例えばこんな感じ、自然数と足し算のモノイド、さっき出てきましたけど、自然数と足し算のモノイドっていうのは、自然数の周りに何か0を足すとか1を足すとか2を足すとか、そういう関数が取り巻いている。
これと同じなんじゃないの。だとすればこういうことが任意のモデルでできるんだったらエンドモーフィズムで何でもできるじゃないかということになるわけ。ちょっと書き換えるとこんな感じですね。もうほとんど自明です。こんなのができるのは自明なんですけど、1たす2たす3たす4たす5、これを要するにこの1っていうのを左から1を足すっていう関数にして、で2を左から2を足すっていう関数にしてみたいな感じですね。で最後全部合成する、要するに、まあ、この上から下への変換は一時的にできます。そうですね、まあ、本当にそうかはちょっと証明しなきゃいけない。で、単位元、これ、ね、自然数と足し算のモノイドだと0が単位元としたから、単位元0を下に代入すると、0足す5足す4足す3足す2足す1になって上に戻るということですよね。わかりました。大丈夫。これをちゃんと述べるためにちょっと準備が必要です。モノイド純動形というのが必要で、これ何かというと、要するに今これモノイドとモノイドのマッピングを考えているわけですよ。この上もモノイド、下もモノイドですから、モノイドとモノイドの関係を調べる。権論っぽくなってきましたね。権論関係しそうですね。モノイドからモノイドへの構造を保ったマッピング、それって慣習ですかっていうこういうふうに思ってほしいですね。慣習です。まあ今度やりますけど、モノイド純動形と、モノイドの純動形写像というふうに呼びます。まあ普通写像っていうのは省略して、さらに単に純動形と呼びます。慣習です。モノイド純動形っていうのはモノイドからモノイドへのマッピングです。構造を保っている。構造って何かっていうと、まず演算、結合的な二項演算、それから単位元のことでした。式で書くとちょっと複雑ですがこうなります。モノイド純動形っていうのはあるモノイドからあるモノイドへの、まあ、純動形っていうのはまずこの集合 M の要素を集合 N ですねの要素に移す関数であると。まず関数であって、そして、演算を保つと、要するに、このこっち側ですね、こっち側、その M スターのですね、こっち側で演算をしてからマッピングしても、この N ダイヤ、N ダイヤの方に移してからこっちでマッピングし、演算しても、同じですよ。要するに移す前に演算しても移してから演算しても変わらない。要するにこれが演算を保つっていう、その雰囲気分かりますかね。マッピングしたら壊れちゃうから先にこっちで演算しといてみたいなことはないわけです。いつでも好きなタイミングで演算していると。それからもちろん単位元は単位元に移らなきゃいけないということですね。これをモノイド純動形というふうに言います。でこの式を見て、あ、これ慣習と同じじゃないっていう、似てるなとぜひ思ってほしいですね。まあ来週見ますけど、さて純動形の例を紹介します。連数ですね。列の長さを求める関数ですね。有限列の長さを得る関数連数は、まあこれは純動形とみなせます。何から何かというと、列と連結ですね。列と連結のなすモノイドから自然数と足し算のなすモノイドへの純動形です。なんでかっていうと、要するに列を連結してから長さ計算しても、長さ計算してからこちらで足しても同じですよね。ですよね。連結して長さ取っても、それぞれ長さ取ってから足しても同じ。ですよね。ですよね。演算を保つ、ね、先にこっち側、この列の方ですね、列の方で先に連結をしても、移した後こっち側、自然数と加法の方で足し算をしても同じですよね。そして空列、何もない列っていうのは長さゼロですよね。ということは、こっち側の単位元がこちらの単位元に移ってますよね。単位元保ってますね。ということはこれモノイド純動形です。はい、と。で、さらにモノイド動形ということです。
ですね、モノイズの動径、順動径でこの M から N ですね、 M から N への順動径に対してですね、この F に対して逆方向 M から M への順動径 G というのがあったとして、この2つを合成すると、高等関数、この場合は 高等順動径というのが、要するに、そのモノイドを全く同じのに移すという、順動径ですけども、要するに行って戻って元に戻ると、逆こっちも逆ですね、行って戻って元に戻ると、 M を M から出発して M に行って戻ってきて戻ると、逆に N から出発して M に行って戻ってきても戻るというような、そういう、F と G というペアがあるとき、これ、前回の話聞いてるからもう大体慣れてきたんじゃないですか。前回まさに同型者というのをやりましたよね。そうですね、あれと同じですね。これを同型者像、アイソモーフィズムというふうに、言います。でアイソモーフィズムが存在するときにこの、モノイド M と N は本質的に同じ同型であるというふうに言います。構造を保ってマッピングしてそれがまた戻せるんだから何も壊れてないということですね。情報が損なわれていると、で、土壌からそれができるんだから、要するに同じものということですね、同じモノイドということです。同型の例を1個紹介します。高校数学で実は同型見てます。AX を2の X 乗にするという関数を考えましょう。 X を2の X 乗にするという関数は自然数と足し算というモノイドから2のべき、2の累乗と掛け算の、モノイドの順動形です。なぜならば指数法則より足してから2の肩に乗っけても2の肩に乗っけてからかけてもイコールであるとですよね。そして2の0乗は1ですので0が1、単位元が単位元に移っていますですね。でもう忘れない人もいるかもしれませんがログ2の x という関数ですが、これが逆方向の順動形を与えます。ここの辺はもう忘れてれば忘れてでもいいんですけど、要するにこの、要するに1に対応するのはこっちの0ですよと、で2に対応するのは1ですよ、4に対応するのは2ですよ、8に対応するのは3ですよということが全部言えますよね。逆方向の対応ができますということはですね、この N プラスと1,2,4,8,16 点点点点というのは、これはモノイドの同型なわけです。いいですね。これがですね、その数学の歴史に非常にインパクトを与えた同型ですね。天文学者の寿命を2倍にしたとかって誰かが言いましたね。誰だったっけかな。要するにですね、こっちの掛け算大変なんです。掛け算大変。だけど足し算簡単でしょ。掛け算より足し算の方が楽ですよね。そうですよね。掛け算より足し算の方が楽でしょ。割り算より引き算の方が楽じゃないですか。そうですよね。で、ものすごく巨大な数の掛け算とか割り算を、天文学の計算で昔コンピューターなんかなかったんで手計算でやってたわけです。手計算でやってたわけです。だけどそれをですね、ネイピアという人がログ対数というのを発明して、足し算と引き算で同じ計算をできるようにしたわけです。そのだからこの数がこれに移るっていう対応表だけ用意しておけば全部足し算引き算で計算できるということになる。その原理はこれなんですよね。これは同型、本質的に同じだから掛け算を計算する代わりに足し算を計算することで同じことができるということです。だからこれはとても重要で、計算機プログラミングの世界でも計算が大変なもの、大変なものを全く本質的に同じものに移してもっと効率よく計算するということの背後にはこういう順動形が隠れている。もっと効率のいい表現に直して計算するということの、数学的な背景に順動形、同型があるわけです。これ非常に重要な数学、応用上も重要な数学なわけですね。さて、で最後、部分モノイド、大した話じゃありません。
2つモノイド A と B があったとして、でこの、A、大集合ですね、大集合の間に方眼関係があるならば、この A を B の部分モノイドというふうに言います。まあ、大した話じゃありません。例えば、自然数と足し算というモノイドは、まあ、整数と足し算というモノイドの一部ですね。そうですね。で、偶数と足し算というモノイドは、自然数と足し算というモノイドの一部ですね。部分モノイドという概念が出てきます。そうすると定義、これが言いたかったこと、任意のモノイドは適当な集合を取るとそれのエンドモーフィズムのなすモノイドと同型、本質的に同じである。だから要するにエンドモーフィズムのモノイドがあればありとあらゆるモノイドの計算ができるということです。いいですか。証明は次のページ。これはですね、大事ですね。表現定理と呼ばれる一連の、まあ、これたくさんあるんです、こういうのは。表現定理と呼ばれる一連の定理の一つです。例えば大学数学を学んだ人は、線形写像ですね、線形写像を行列で表現するとか、やりましたよね。理系の大学に行った人は、線形写像は行列で表現できると、規定を決めれば。みたいな話がありましたけど、こういうの表現定理、この一連のやつを表現定理という、要するにそのありとあらゆる何かを、具体的な1個の、概念の中で全部表しちゃう。表現定理というふうに、言います。で、モノイドってのは最初に見た例では抽象的でよく分かんなかったですよね。なんか足すとかかけるとかそんなのしかできないんですかって思ったかもしれないんですけども、要するにこれ具体的ですよね。その1個集合があってその周りに関数があればもとにかくモノイドにできるんだということで、分かりやすいですよね。具体的ですよね。こういう具体的な表現を与えることによってその正体がつかみやすくなるわけです。フォルドマップで一体何ができるかっていうのは、さっきのああいう絵が描ければまあ大体できるということです。で、今後の授業でもたびたび登場する重要なテーマです。気づいている人もいると思いますけど、これはですね、ヨネダの定理、補題、ヨネダの補題での第一歩ですね。まあ、分かんなければ分かんなくてもいいですよ。ヨネダの補題への、まあ、一歩ですね。証明、さあこれをちゃんとやるかどうかっていうのはこう今もう、まあ、もうちょっと時間かな。じゃあやりましょう。要するにこれですから、もうほとんどだってもうはっきり分かりますね。要するに1とか2とか3を、左から1を足すとか左から2を足すとかにすればいいということですね。それちゃんと書くとぐちゃぐちゃになりますけども、まあ大体もう趣旨は分かっています。証明読めています。任意のモノイド AB…… でドットに対して M バーという集合を考えましょう。この M バーという集合はこの A を左から演算する、 B を左から演算する…という関数の集合です。自己順当系の集合を作ります。そうですね。で、まあ、E をこいつのモノイドの単位元としましょう。そうすると任意の AB に対して、ですね、演算してから関数にして X に適用するとどうなりますかと。こっち側のモノイドですね、モノイドで演算してからそれを、左から演算するという関数にして X に適用すると、要するにこの X に A.B を左からドットで演算するので a.b.x になりますよね。そうですよね。逆にこの a と b を関数化した後にこっち側で演算、つまり合成して x に適用するとどうなりますかと。 x にまず b が演算されて、その後 a が演算されますよね。ってことは a.b.x になりますよね。ってことはこれ全ての x でこれがイコールということだから、全ての x でイコールということは、つまりこのカッコ x とって関数が同じものであるということになりますね。ちょっと見た目は複雑ですけど、これがまさにさっきのモノイド順動系の、条件の一つだというのが分かりますか。こっち側の元のモノイドで演算してから関数にしたやつと関数にしてから合成したやつがイコールであると。それから単位元、単位元を関数化してから x に適用すると、
つまりこれは e.x ということなんで、で e は単位元だったからこれは x です。ですね。つまり全ての x が x に移るんだから、この e ドットという関数は高等関数です。そうですね。つまりこれはモノイド順等形です。このまあ、ファイと書きましょう。ファイ、モノイドの元 a を左から演算するという関数、エンドモフィズムに移すという対応。この a を a ドットに移すという対応は m から m バーで、この m バーというのは自己順等形です。これ全部自己順等形なんだから、その、こいつの元を右から入れたらこいつの元が返ってくるというやつなんで、エンド m の部分モノイドでしたと。さて逆方向戻ってこないから、逆方向はさっきの絵で見たように単位元を入れるんでしたね。単位元を代入すると戻れると。つまり、m バーから m への写像っていうのは、m バーの要素って関数でした。 f に単位元を入れるものと、はい、合成してみましょう。任意の要素、元 x に対してまず x を関数化して、 x を関数化して、その後単位元を代入すると、これは x ドット e になりますから、で e は単位元だから x に戻りますよね。つまり戻ってこれたと、一点戻ってこれたと。逆に任意の m バーの関数、あとここ隠すな、 f って書いてますね。これタイプです。ここ x ドットの間違いです。申し訳ございません。この f じゃなくて x ドットです。m バーの任意の元っていうのは x ドットという形をしてたので、ここに x ドットを入れます。f のところに x ドットを入れますと、まずこの ψ というのはそれに単位元 e を代入するんでした。e を代入するとですね、x ドット e になって、で e は単位元だから x ドット e は x です。で、このファイっていうのはこの x を、左から作用させる関数にするんで x ドットだと。だからこの f はさっき言った x ドットで、それが x ドットに戻るので、m バーから m に行って戻るということもできた。すなわちこうですね。行って戻って高等写ということですね。したがって同型。わかりました。イメージつかんでると結構こういう証明読めますよね。あ、質問いいですか。どうぞ。はい、定義のステートメントをもう一回見せてもらっていいですか。はい、そこはその2のモノイドは適当な集合 A についてっていうのは、証明で良いのであれば適当な集合っていうふうに言葉を濁す必要がないと思うんですが、なんせ、要するにその、任意のモノイドはそのモノイドを大集合上のって言ってしまっていいという、そう、うん、そうです。要するに今の証明は任意のモノイドはモノイドの大集合上の自己順等形で、モノイドで表せるというのが証明ですよね。はい、証明なんですけど、これは具体例を1個挙げただけ、具体例を1個挙げただけで、別に存在するという定義なんだから、具体例を1個挙げれば証明になるんですけども、別にそれじゃなきゃいけないというわけじゃない。その強い定理を証明した後で弱いステートメントに直す意図が何なんでしょうか。ではですね、それはですね、要するにその、まあそれはね、まあ、いろんな意図があると思うんですが、計算機的な応用をするとですね、ここ適当な集合をやっぱりうまい集合を取ると、計算量をいろいろ減らせたりするんですね。そのより効率のいい、計算機的にはより効率のいい表現を選択するということができるようになるので、必ずしも大集合を取らなくてもいいですね。いずれにせよ、ちゃんと、おっしゃる通りで、ここ適当な集合じゃなくて、要するにモノイドの大集合と言ってしまっていいです。正しいですね。もっと強い定理も言えます。わかりました。大丈夫ですかね。さて、ということで、何を言いたかったかっていうと、エンドゥで何でもできるじゃんということを言いたかったわけですね。はい、で、
今の証明では左から演算するという証明だったんですけども、同じようにこの右から演算するというのを作っても全く同じことができるはずですよね。証明は割愛しますけれども、右から演算するというのを考えれば同じく同型写像ができます。ただちょっと注意したいことがあってですね、PQRS という、元のモノイドがあったとして、その列を、右から演算する場合にはですね、こう並び順が逆になってますね。右から PQRS になってます。これは注意しなきゃいけないのは、要するにまず P を単位元に右から演算して、そしてその右に Q を演算して、要するに P の右に Q を演算して、その右に R を演算して、その右に S を演算するということになりますから、合成の順番を逆にしないといけませんね。これ反モノイドとかって言います。その演算の順番を逆にしたものを反モノイドというふうに言うんですけども、逆にすると、右からの作用というものが書けるということです。右と左というテーマが出てきましたので、フォルド R、フォルド L という話にちょっとつなげたいと思います。ちょっと時間がないので、このまま行かせてください。関数型言語を勉強するとですね、そのうちですね、フォルド R、フォルド L という、謎の関数にこう出くわすと、これもう謎ですね。よくわかんない。よくわかんない。ただこれは今後の授業でもよく登場しますというのはですね、要するにそれは列のフォルドとかとまた別なんですけど、要するにリストのフォルド R とかってなるとまた特別なものなので、それはまた説明します。要するに F 代数という件を考えて、そこで説明できるので、また検問的に別の説明ができるんですけど、今日は単に列、ただの列です。リストとは限らない列の畳み込み、でフォルド R、フォルド L というものを見てみたいと思いますね。知ってる方が多いんじゃないかなと思います。知らない方も大した話じゃない。名前から分かるように、これは畳み込みを行う関数なので、絶対にモノイドと関係するはずだと、いいですか、数学を信じてください。畳み込みなんで、これは絶対モノイドがある、どっかにモノイドがあると、そういう視点でこの謎の関数をちょっと眺めてみたいと思いますね。初心者が突っかかる関数ですが、少しクリアになるからなるといいなと思います。このフォルド R、フォルド L っていうのはですね、このですね、第一引数がなんか集合 A で、第二引数が B で、で演算結果が B という謎の演算を取るんですよね。謎の二項演算を取ってですね、足し算とか掛け算はもちろん AAA でいいんだけど、そうじゃないものも取れると。第一引数が A で、第二引数が B で、元位置が B と、何これ、すごい不思議ですね。初心者ここでつまずく。で、これ二項演算と、それから B の値1個受け取って、そして、ここのように畳み込むと、要するに、PQRS という列があったら、一番右に X 入れて、一番右に X を入れて、で、SRQP を左から、演算していくと、左側から、X に S をまず演算して、それに R を演算して、 Q を演算して、 P を演算するということですね。いいですかね。なんか足し算とか、足し算とか掛け算とかはなんか掛けそうっていうのは分かると思いますけどね。フォールドレイというのは逆をします。第一引数が B で、第二引数が A と、結果が B という関数、演算を受け取って、この一番左に X を置いて左から畳み込むという関数ですね。関数型言語を勉強すると、絶対に出くわす。これが書いてない入門書は多分ないですよね。さあ、これどう使えばいいのか、よくわからない。入門書を読むと、足し算とか掛け算とかそういうのが書いてるんだけど、だったらここ AAA でいいじゃんということです。なんで ABB なの？謎なんですよね。ちょっと書き直してみましょう。わかりましたかね、言いたいことが。P スター、Q スター、R スター、S スター、ちょっと書き直すと、これは X にまず S を左から演算して、次 R を左から演算して、 Q を左から演算して、 B を左から演算することだと。 X にまず S を演算して、次 R を演算して、
次 Q を作用させて P を作用させるとですよね。さっき見たやつですね。フォルド L、 これですね。これも同じように書き直すと順番が PQRS が逆にこっち側から右側が PQRS になって右から L がしていくといいですか。つまりですね、フォルド R とフォルド L というのは自己順動系を作ってですか、自己順動系を作ってそれを値に作用させると、 X に作用させるということを一挙に行ってくれる便利関数という見方もできるわけ、まあ、数学には作用するものだという概念と関係します。ちょっと、それでですね、この星とダイヤですね、スターとダイヤは別にモノイドの演算じゃなくても別にいいんです。任意の二項演算なので何の制約もない任意の二項演算なので別にモノイドの演算とかじゃなくてもいいので何でもいいんです。非常に汎用的な関数。ちょっと例を、見ましょうかね。ちょっと絵を描いた場合ですね。これつながるかな。ちょっと何かやってみましょうね。例えば、リストがあって、そうですね、コンス A、コンス B、コンス C とか、こんな感じですね。あ、A が書けたと。絵が描けた。これエンドモフィズムだ。ってことはフォルド R で畳み込めるぞ。やってみましょうか。どこかいた。ちょっと手際が悪くてすみません。フォントと。あ、そっか。せっかくさっき作ったツリーがどっか行っちゃいましたね。まあいいや。もうツリーです。フォルダブルはちょっと入れておきましょうかね。フォルド R、あ、で、コンスって何かっていうと、コンスっていうのはですね、まあ、例えばこんな感じで書く、こういう関数です。これになんかリストを入れると、リストを入れると、先頭に追加してくれるというものです。先頭に追加してくれると。ということで、フォルド R、2つあるから、プレビュートの、ちょっとこれはまあ謎の、あれですね、あ、プレビュート。モジュール名ですね。あんま気にしないでください。あ、こうですね。プレリュート、こう。X をコンス。で、何か入れる。まあ、何でもいいです。2、3とか入れましょう。で、何にやるか。1、2、3、4、5にしましょうか。一番最初に2、3があって、それにまず右、フォルト R ですので、一番右から5をコンスして、4をコンスして、3をコンスして、2をコンスして、1をコンスすると。左から、あ、右から順番に。フォールド L にすると、ちょっとさ、実はフォールド L って、要するに、ここが、いろんな事情でですね、ここが、引数の順番が BA になってるんで、ちょっとここにですね、フリップという謎の謎を言えないんですけど、はい、すいません、ドットですね、ありがとうございます、書き忘れました。こうかな、あ、ちょっと待って、それは違う。なんだろう、何かをミスった。何を間違えたかな。ですね、もう入ってるからいいですね。フォールド L の、一番最初にフリップしなきゃダメかな。本当かな。フリップして、
こうかな。こうかな。怪しい。いや。あ、パーサイだ。何がパーサイ？ここか。あ、できました。よかった。一番最初に2、3があって、左から1をコンスして、2をコンスして、3をコンスして、4をコンスして、5をコンスと出てきました。ですね。でもまあこんなもん つまんないですよね。つまんなすぎるので、ちょっと面白い例をやってみましょうかね。例えば、これね、ちょっと絵を変えるといいんですね、これ。やっぱり絵は大事ですね。何にしましょうかね。例えば、1、2、3、4、5とあって、これをですね、箱。こういうイメージですね。ここから、X をフォルゾエルという感じですね。コンスしましょうね。これは全部コンス。コンス。コンスして、ただし、もう2は嫌いだから、2に行き着いたら、全部捨てて、2は捨てて、空集合を入れますと。ちょっと何を書いてるか分かんないと。ちょっと書き直しましょう。片手で辛いですよ、これ。ちょっといいですね。ですね。コンス1にしましょう。コンス1と。コンス2と。コンス3と。まあ、こういうふうにしたいんだけど、ただし、ちょっと2のとこだけ特別で、やっぱり2はちょっと嫌で、2のとこだけやめて、もう捨てて空集合入れます。 2までたどり着いたら全キャンセルして初めからやりますという変な計算をしてみましょうかね。やってみましょう。オーダー R にしましょう。オーダー R にして、まあ同じように畳み込むんですが、もしIf x が、2だったら全部もう捨ててこれですね。あ、コンスト。あ、これ切れた。わかりましたね。2だったらもうそう、あの入ってきたの捨てて定数カラリストを定数で返すと。それ1。こっちからどんどんコンス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 になる。2が来たらもういい、あの捨ててカラリストを逆に返すと。捨てちゃってクリアして、全部クリアしてカラリストを返して、それに1をコンスするから1しか返ってこない、ね、要するにですね、すごい汎用的ですよね。だからフォルドアールとかフォルドエルはね、足し算とかね、掛け算に使うようなものじゃないんですよ。足し算とか掛け算に使うんだったらフォルゾーンアップの方が分かりやすいじゃないですか。もっと汎用的なことをするためにフォルド R、フォルド L が使えるわけです。なぜならばエンドモーフィズムのなすモノイドでありとあらゆるモノイドが表現できるから。時間あ結構ある。ですね、よし、じゃあ、フォルド R を覚えてもう全部フォルド R でできるから、よしそれでいいやと思った人はいませんか。フォルド R を覚えればもう俺は完璧だと、畳み込みマスターだと思った人いないですかね。ダメですからね。何でもフォルド R でやればいいやと、そんな意識じゃダメです。ですね、どういうことかというですね、フォルド R というのはね、フォルド R か、すみません、フォルド R っていうのは、型を書くとこういう型でしたね。映ってない。あ、本当だ。こう。これで映るかな。フォルド。大丈夫ですか。
あのフォールド R ってちょっと汚くてすみません、あのフォールド R って要するにこういう型なんですね。要するに第一変数が A で第二変数が B である関数ですね。で結果が B である関数とそれから何か入れる B とそれからリスト取って B を返したやつなんですけど、要するにこれは、まあ、あのこういう見方でしょ。この要するに A を A からエンドモフィズム作ると、エンドゥ作って B を入れて B から返ってくると、そういうまあ型とも見えるわけなんですけど、要するにこのね、要するにこれ結局この B to B ですね、この B から B、ここはね、要するにそのこの中にありとあらゆるモノイドがうじゃうじゃ存在してるわけ。この中この B から B、エンドモーフィズム、ありとあらゆる B 上のエンドモーフィズムがこの中に入ってるわけ。ね、要するに だから何でも書けるんだけども、それじゃあダメなんですよ。汎用的すぎるわけ。やっぱりですね、もうちょっと、なんていうんですかね、モノイドのこう個性をですね、こう見てですね、それをこう、こんなうぞうむぞの中にこう、ね、お前はこの中で表現できるんだからっていうとかわいそうね、こうモノイドをですね、こうやっぱ個性的なモノイドはピックアップして、ちゃんとモノイドのインスタンスにしてあげて、フォルトマップで計算できるようにしてあげるんです。いいですか。そうすると新しい何かものが作れると。だ何でも入ってるというのは結局何も言ってないことと同じですからね。例えばさっき足したりかけたりって やりましたよね。足したりかけたり、あれって まあ、お遊びみたいな例でしたけど、いいですか。ここに自然数があります。足したりかけたりかけたり、まあ右にしまい、どっちでもいいんですけど、まあ、かけたり足したりというやつありましたね。かけたり足したりと、はい、これからモノイド作るとどうなりますか。モノイドの条件というのはまず閉じてること、閉じてることでしたから、結局これらを合成して出来上がるものを全部考えなきゃいけない。これらを合成して出来上がるものって何ですか。かけて足す、かけて足す、要するに A をかけて B を足す、こういう関数、ここに、はい、ここはてなですね。 A をかけて B を足す、よく考えてください。実はここのさっきのかけたり足したりの周囲を取り囲んでいるモノイドは全部何かをかけて足すっていう形でかける。そうでしょ。この A かける、これは要するに A をかけて0を足すという関数だし、この B を足すという関数は1をかけて1倍して B を足すという関数ですよね。ですよね。そして ID っていうのは、要するに ID っていうのは1倍して0を足すと、1倍して0を足すと、聞きなくなっちゃいますね。1倍して0を足すというやつですよね。わかりました。そしたら、あ、これは何か役に立ちそうじゃんと、何か役に立ちそうじゃんと、よく考えてみようと。fx というのは ax 足す b ですと、今見たやつ。でもう一個 gx っていうのは、cx 足す d だと。合成します。f丸gx は fx の中に gx が入る。こう。f の中に、F の中の X のところに CX と D が入る。つまりこれは ACX 足す AD 足す B、 ですよね。わかりました。つまりこれは A と B という対と C と D という対、これを ACAD 足す B というペアに移すという演算によってモノイドができると。わかりました。係数だけ取り出したわけ。この係数。係数で、この関数は係数で表現できますよね、これで。ここ。つまりこの演算、この
この関数合成っていうのは、この関数合成は、AB っていう数字のペアと CD っていう数字のペアを取って、それを AC と AD たす B というペアにするというモノイドに移しちゃうことができる。わかりました？わかりましたか？何を言ってるかわかりました？これすごく大事ですよ。数学をこう応用につなげるというのはこういうこと。あったと。こういうさっきの、これですね、エンドモーフィズムの考え方は分かりやすかったですね。1個の集合の周りになんかいろんな演算があるという、こういうその、表現、分かりやすい表現、これは分かりやすいけど、でもエンドモーフィズムはありとあらゆるエンドモーフィズムが入ってるんだから、それだけでは結局使いにくいですよね。こういうその絵から絵を描いて計算して、今新しいモノイドを発見しました。そしたら、あ、これはよく使える、これは便利なやつだともし思ったら、それはちゃんとモノイドのインスタンスにしてあげると。ですか？ちょっとやってみると、ちょっとプロンプト消しましょうかね。ちょっとダサいですが、アットマークにしましょうね。本当はもうちょっとかっこいい名前をつけたいんですが、ですね、かけて足すと。かけて足す。今のモノイドは、ね、整数と整数からなる。係数が2つ。整数と整数からなる。かけて足す。はい、そして、インスタンス、モノイド、アットマル。ウェア、ここは豆消してください。で、mEmpty っていうのがです、ね、これがまあそのライブラリ側で定義されているので、mEmpty。これがモノイドの単位です。モノイドの単位元は何ですか？高等者、高等関数に対応するものだったから1倍して0を足す。でしたね。ですね。それから、ちょっと見にくいかもしれないので、こっちしましょうか。アットマル AB、M アペンド、アットマル CD。これは、アットマル、今見ましたけど、AC、A×C と、A×D プラス B こうやった。あと、もう入れてませんよね。こう。あまり GHCI でこう、インスタントですよね。ちょっとデライビングショーを入れておきましょう。よいしょ。はい、と。できましたと。よし、やってみましょうということですね。そうか。ちょっと作りますかね。さっきと同じ例を、さっきなんか60になったのを覚えてますか？かけたり足したり、60になったのを覚えてます？同じついてね、こうですかね。でも小次はいいや。なんだっけ、そうか。さっきやったのは、フォルダブルドットフォルダールで、x だ、イーブンだったらかけるんですかね。イーブンだったらかけて、そうじゃなかったら足すんですよね。これを、エンドゥにして、これさっきの再現ですね。エンドゥにして、で、トゥリー入れて、で、アップエンドゥで関数取り出して、0、フォルダデータか、フォールドマップだ、そうだ、フォールドマップだ、すみませんでした。フォールドマップでやってましたね。もう一回こう60になったじゃないですか。これを今さっき作った、アットホニャララとアットマルですね、あれでやってみましょう。フォールドマップで x は、もし偶数だったら何でしたっけ、偶数だったらかけるんだから、かけて0足すで、そうじゃなかったら足すんだから1倍して x を足す。多分、あれって
ドライビングが入ってなかった。ドライビング入れましたよね。おお、来た。さっきは見えなかったことが見えました。実はですね、今のフォルダーで出てきた関数は16倍して60を足すという関数だったということが分かりました。だから0を入れたら60が返ってきたんですよ。本当かな、ちょっと確かめてみましょう。さっきのこれですね、これか、0を入れたら60だったですね、1を入れたら76 16倍して60足す。これは楽しいですね、とても楽しい。92が返ってくるといいですか。ですかね、何でも関数でやりゃいいってもんじゃないんですよね。こうやって価値、非常に使い勝手のあるモノイドがあったら、それを、フォルダーで計算しないで、ちゃんとモノイドのインスタンスにするといいですか。そうするとフォルダーマップっていうのは原理的には並列化が可能なんですけど、フォルダー R というのは代入するんで、並列化できない、しにくいんですよね。だからそういう実用上の効果もあります。フォルダーマップは並列化しやすい。フォルダー R はできない、しにくい。そういうのがあるので。だから、万能だからいいというものでもないわけですね。ただし、要するに、だから、万能だから勉強には適しているわけです。それを使いこなせれば何でもできる。だけども、ただしある程度使って便利なパターンを見つけたら、それを取り出して抽出してですね、そしてそれを一つのモノイドにしてやるといいですか。そうすると、なんか新しい発明ができるわけです。ちなみにさっきのやつアットマルとか言いましたけども、これをアフィンとかというふうにつけるとですね、その重要さが分かるんじゃないですか。一般化してベクトルと行列にするとアフィン変換が畳み込めるということになって、画像処理とか機械学習とかやってる人は、アフィン変換そば中で使いますよね。重要じゃんっていうことが分かる。終わりましたかね。何か質問ありますか。もうこんな時間ですね。ちょっとやばいですね。次スキップしようかな。ちょっとこれどうしようかな。実はこの後軍が控えて、ちょっと急ぎ足でいきましょう。フォルダーマップすげえやつだということが、さっき話したんですけど、これはですね、数学的に見てもやっぱり特別なものなんです。数学的にちょっと見ると、フォルダーマップってない。フォルダーマップってのは各、別の各要素を F でマッピングして、で、畳み込むやつだったと。ところで、列自体もモノイドなんですよ。そうですよね。列自体も連結演算によってモノイドとなるので、実はこれはモノイドからモノイドへのマッピングだったんです。実はフォルダーマップのやつってのは列自体がモノイドだから、つまりこれはフォルダーマップ、実はフォルダーマップを厳密に定義しないのでちょっとはちゃんと言えないんですが、順歩系と見なすことができます。列というモノイドから任意のモノイドするとですね、この列っていうのはなんか特別なモノイドなわけです。要するにいろんなモノイドへの畳み込みが全部列という特定のモノイドからできる。そうですよね。わかりますかね。要するに列だってモノイドの1個なわけですよね。1個に過ぎないわけですが、ただありとあらゆる畳み込みがこの列というモノイドからできる。なんか特別なやつなんです。実はこれはこの列と連結からなるモノイドが自由モノイド、フリーモノイドであるというふうに表現されます。フリーモノイドという性質を持っているということです。列だけがフリーモノイドなんじゃなくて、列がフリーモノイドという性質を持っている。抽象的なフリーモノイドの定義が欲しい。これ何の話かというと、今の話は全部モノイドの話です。モノイドの話ですが、別にモノイドじゃないものにも同じようなことができるかもしれない。これが権論でしたいことの一つですね。自由モノイドって何ですか。今言ったように列です。列のようなものです。なんだけど、それすごく具体的な表現ですよね。で、前回来てくださった方はすごく具体的な表現よりものと矢印と連結で表現した方が、一般化ができるということを分かっていただいたと思いますので、そんな列とか連結とかそういう具体的な表現じゃなくって、
抽象的な、権論的な自由モードの定義は何か考えたい。で、自由モードの本質、まあこれ難しいんですけど、自由モードって何かっていうとですね、まあ、この下の絵ですね、要するに PQRF っていう列は、長さが1の列の連結で表せるんですよ。ですよね。ですよね。列はこう分解できる。で、そうするとですね、まあ、要するに何て言えばいいのかな、要するに元の列が持っていたその情報を一切失ってない、一切の畳み込みがされてないと、情報を失ってない。そうすると結局この長さ1のやつがどこに移るかっていうことで、要するにだってここのアペンドはここのドットに行くしかないんだからですよね。ですから長さ1のやつが、長さ1のやつらがこいつらに行くという情報から、長さ4のやつがこれに移るということが自動的に導出されているわけです。わかりますかね。長さ1のやつがこれに移るっていうだけの情報で、任意の長さのやつがこれに移るというのが導出されている。これがまさにフォールドマップという関数が行っていることで、この F という関数が A という集合から M という集合にマッピングする関数だとすると、フォールドマップっていうのは、その要するに1個の値をモノイドにマッピングするという、その要するに1個の値をこうするっていうのから、モノイド全体ですね、列全体を畳み込むやつを自動的に作ってくる。これがフォールドマップの働きだったわけですね。この図を見て何か思う人いますか。随伴ですね。随伴です。随伴です。まあ、詳しくは、まあ、検討に入ってくると、随伴がここにあります、ね。ちょっと難しいんです。これ定式化難しいです。長さ1の列が、に関する、なんだ、ちょっと なんかおかしいな。あ、そうそうそう、これこれ。この i という関数、この i という関数が、この a を、要するにその長さ1の列にする関数だとしましょう。そうすると、こういう加算図式を考えます。まあ、これは1個の要素ですね。集合じゃないですけども、加算図式を考えます。この A が FA に移る。これが F の効果です。そうすると、フォールドマップの効果は、この長さ1のやつを FA に移すと。これが加算であるということは、つまりこのパスとこのパスが等しい。つまり、これがイコール、あ、ちょっとここスペース開けるべきですね。フォールドマップ F の長さ1の列が FA であると。いいですか。この下のこの三角形、この三角形は長さが1のやつについて、このフォールドマップは長さ1のやつを FA に移すっていうことの表現なわけ。この A は任意の値ですね、集合 A の。これが要するにそのどういうことかっていうと、さっきみたいに長さ1のやつがどこに移るかっていう情報で、任意の長さのやつがどこに移るかが決まっちゃうっていう話ですよね。ということは、この三角形が加算であるというたったそれだけの情報で、長さ1のやつが、どこに移るという情報で、任意の長さの列がどこに移るとか決まっちゃう。これが権論的なモノイド、自由モノイドの定義です。まあ、難しいですね。難しいですが、頑張って理解したいと。今、要するに列とか仮定しましたね。まあ、FA、集合 A をなんか拡張したなんかモノイド、FA と書きましょう。この FA が自由モノイドであるというのはどういうことかっていうと、この A の要素を何かしら FA に埋め込むと。これはですね、この i という関数は1個の要素を埋め込むので、わかりますか？この関数 i というのは A の各値をこれに埋め込むので、1個の値の埋め込み先が複数の値であるわけがないんだから、この i という関数がそもそも値が1個ということの表現と言える。それがこれさっきの三角形、この下側の三角形が加算であるような、このモノイド順動形が一時的に定まるというような、この FA の性質、これを自由モノイドという。ちょっと時間がないのでもうすぐ先に進みますけども、よく読み返してこれをぜひ理解してほしい。で、自由モノイドというのは動形を除いて実は一時的になります。これは、青ディーボンのプロポジションの 1.10 に書いてますけども、なので、分かりやすく言えば、要するに動形を除いて一時なので、要するに本質的に列と連結からなるものです。本質的にそれと同じものです。
最後に、これ大事ですよ、プログラムもモノイドですと。プログラムを文の列、文の列と思うと、何もしない、do nothing という文を単位元としてモノイドとみなさす、プログラムを書くということ、わかりますね。まあ、てか列がモノイドなんだから、もうそもそも列がモノイドだから、プログラムを合成していくと、プログラムをどんどん書いていく、並べていく、ステートメントを並べていくという操作はモノイドなんですよ。ということで、言えますか、モナドは単なる自己監視の権におけるモノイド対象だよ。なんでモナドとモノイドが関係するのかっていうのは、なんとなく雰囲気だけ分かったかもしれない。まあ全然説明になってないですよ、今のところ。全然説明になってないですけども、なんとなく分かったかもしれない。時間ありますね。じゃあちょっといきましょう。群です。もうモノイドが分かっていれば、群はもうすぐ、理解できますので、まあ、数ページです。群とは何かと。群はまずモノイドです。群というのはモノイドで、任意の x に対して、逆減と呼ばれるその x と演算したら e になって、もしくは、まあ、右から作用させて、左から作用させても e になると。その、打ち消しができるということですね。という逆減が存在するものを群というふうに呼びます。モノイドであって、そして各要素を単位元にキャンセルしちゃう、ことができるものを群と言います。まあ、群の例ですけども、これ簡単な例ですね。例えば整数と足し算、整数と足し算、これ 1足すマイナス1は0、2足すマイナス2は0、3足すマイナス2は0という形で、打ち消して0にしちゃう、単位元にしちゃうということができますよね。それから、まあ、有理数と掛け算、例えば 2×2 分の1は1ですね、こんな感じ。 3×3 分の1は1、逆減が存在する。ただし0は望まなければいいです。0には逆減ないです。 0× 何かが1ってことはないですね。だから0だけ除きます。0だけ除けば、群です。それからまあここにもあると。それから自然数と足し算、これはモノイドじゃありません。自然数と足し算の場合って言うと、1足す何かが0ってことはない、自然数で。そうですよね。まあという感じ。それから列とアペンド、これもモノイドじゃない。ね、列にどんどん連結していって最終的に空列なんてことはないということですね。それからまあこれつまん、まあ、面白くない、もうちょっと楽しい例を言うと、正二面体群って二面体ってなんだよという思うかもしれないんですけど、面が2個しかない多面体なので、まあ、平面上にペタンとなっているこういう、まあ、ものなんですね。正二面体群ってあるんですけど、まあ、こう正 N 角形ですね、まあ、正 N 角形を正二面体と呼ぶんです。これは正三角形、これも正二面体です。正三角形、正三角形をここでくるっ と、対称移動させるという変換、それからこれ120度回すという変換を考えると、まずですね、これがモノイドであるのはもう大体イメージ分かりますよね。要するに真ん中に正三角形があって、それに変換を作用させるわけですから、これがモノイドであることはすぐ分かるでしょう。元に戻すことができますよね。対称移動して、もう一回対称移動すれば戻ります。120度回転を3回すれば戻ります。そうですよね。このアルファとベータを組み合わせてできる全ての変換、これを集めると、群ができます。あまり詳しいことは分からなくてもいいんです。大事なのは、群っていうのは対称性と何かしら関係しているということなんですね。対称性と関係しているので、例えば化学などで応用されます。分子の構造ですね、分子の形、二酸化炭素の分子であるとか、ああいったものは何かしら対称性を持っているわけで、それ対称性の記述に使えるし、それからあとは、対称性というのはですね、変化しないという性質なんですね。変換をしても変わらないという性質が対称性なので、変化しない
ということで、その、物理でも応用されますよね。あの物理法則が変化しないと、ローレンツ群とかポアンカレ群とか物理成功者がここにいるか分からないですけども、要するに相対性理論なんかでも使われたりしていますね。要するに任意の、ローレンツ変換を行っても、物理法則が不変である、何かが不変であるというところに群が関係していく。ちょっと難しかったと思います。コンピューターは皆さんの計算機でね、馴染みがあるのは暗号です。もう暗号が群で関係するのはもう明らかなんです。だって複合できない暗号は意味がないから。そうですよね。あのすごく雑に言いますよ。あのちょっと怒られるかもしれないんですが、まあ、文章の集合があったとして、で、まあ、いろんな鍵で暗号化しますよね。いろんな鍵で暗号化します。暗号化かけます。でこの時もちろんあの文章はぐちゃぐちゃになるんだけども、本質的にあの同じものに映ってるんですよ。で情報が損なわれたら復元できないんだから。そうですよね。だから複合化できるってことは、元に戻せるってことは、これは群なんですよ。だから すごくこれあの本当に雑に言うとちょっとごめんなさいって感じなんですけど、あの暗号化っていうのはですね、そのあの文章の集合の上のオートモーフィズムの中に全ての暗号化が入ってるんです。雑に言うとね。ちょっとあのでその中からかあの本当にあの使えるものを探し出すと強力な暗号化ができるわけ。わかりますかね。でそのだからオートモーフィズムとかエンドモーフィズムっていうのは、そのなんていうのかな、その要するにありとあらゆるものをその中に含んでるという。あのもう宝の宝庫、宝の集まりと、その中に宝が埋もれていると、その中を探していく、いいですかね、そういうイメージ、いいですか、あの全てこれで表せるっていうのは終わりじゃないんですよ、要するにそのすごく大きなフィールドを用意してあって、その中から価値のあるものをピックアップする、探していく、こういうことが大事なんですね。これ順番が逆、オートってなんだよっていう感じですね。そうそう、順番が全く逆になってました。オートモーフィズムですね。すいませんでした。後で直してみます。さっきのモノイドと同じように、ある集合があって、でその周りにこう関数が取り囲んでいて、すべての関数が全端者。全端者っていうのは、つまり、なんか別の関数、逆関数っていうのがあって、これとこれ合成したら ID に戻ると。高等者みたいな、高等関数に戻ると。全端者ってのはそういうことです。要するに1対1の対応を与えると。こういうのをですね、オートモフィズムグループ、自己同型群なんて呼ぶんですね。オート A なんていうに表すわけですね。で、定義です。さっきのモノレールと同じです。任意の群は適当な集合、まあ、ここもだからもうさっきの話と同じで適当な集合 A じゃなくて、あの群の大集合でいいんですけど、もっと強いことが言えるんですけど、任意の群は適当な集合 A について、そのオートモフィズムの部分群と同型である、まあ、部分群の定義しないと大体分かりませんけど、さっきモノレールしっかりやったから、モノレールの場合と全く同じような表現定義が存在します。証明もほとんど同じで、ところでですね、これ大事なんですよ。コンピューター的な信頼も大事です。まあ、ちょっとこの建設点における気にしないでください。このオート A ですね、非常に有用な見方があります。対象群と置換群。ですね、さっき言ったように、その群っていうのは、さっき言ったようにその全て、オートモフィズム、自己同型、これ、自己同型写像でに埋め込めちゃうと。で自己同型写像ってどんなやつ？ちょっとここにはあの有限の場合ですね、の絵を描いてるんですけども、今 ABCDEF という、まあ、なんか6つ、要素がありますと。で このこいつからこいつへのオートモフィズムっていうのは、こんな多分矢印で描いてみたいな感じになるんですけども、これがですね、一対一対応であるということはですか、一対一対応ということは結局これは並び替えなんですね。並べ替えなんですよ。わかります？全端者であるということは並べ替えなんです。で、まあ、これは無限群の場合も一般化しちゃって、無限集合の時も一般化しちゃって、こう全端者のことを置換パーミュテーションというふうに、まあ、呼ぶことがあるんですが、でこういう、まあ、ある集合の上のありとあらゆるその置換ですね、
これ全部集めたのを大将群、この名前の由来はもう分かりますね。大将線と関係するから、大将群シンメトリーグループと呼びます。でシンメと表します。でこれこうやるとですね、この置換っていうのは結局ですね、番号を振って01235って振ってでですね、でどこがどこに移るかだけ調べればいい。別にこの矢印をよく見ると0が0が4に移って、で4は0に移るからこういうペアがあって、そして、2はまず3に、2は3に移って、で3は5に移って、で5は2に移るといいですかね。そうすると置換群ってとてもいい、まあ、いいもので、まず数字化できちゃうので、ね、整数化できちゃうので非常に分かりやすい、自然数で表せるのでとても、まあ、計算機で扱いやすい表現であるし、まあ、それから、まあ、こう分解できちゃうですね、まあ、これ巡回群が2つっていうふうに、まあ、なんですけど、こういうあのちっちゃなやつ置換に分解していっちゃうことができるんです。計算機で扱う上で非常に都合がいい。そしてケーリーの定理ですね。要するにさっきの定理とほとんど同じなんですけど、ケーリーの定理、これ非常に重要です。任意の群は適当な置換群と同型であると。これさっきの定理とほとんど同じことを言っていて、要するに、任意の群は、オートモフィズムグループとの中に埋め込めて、で、任意の、要するにその、オートモフィズムは置換だから、任意の群は適当な置換群と同型と言えると。さっき書いたですね、要するに定理としては同じ、ほとんど同じなんですけども、でも印象はだいぶ違うはずです。自己同型の群と同じって言われると、置換群と同じっていうのはやっぱだいぶ違う。関数写像よりも置換の方が具体的に扱いやすい表現ですね。計算機で大変扱いやすいということになります。で、ちょっと微妙に時間あるかな、まあ、せっかくなんでちょっとここで余興をですねしましょう。やる疲れたところにですね、余興をしたいと思います。見えますか？ここにですね、有限群を持参しました。ルービックキューブですね。とりあえずウィキペディアで群論って検索するとですね、なんかルービックキューブの絵が出てくるので、なんか群論というとルービックキューブみたいなイメージがなんかあるらしい。これはもう明らかに群ですね。これを回すっていうのが物移動作用になるのはもう自明ですよね。もう皆さんレベルアップします。これが物移動に見えるっていう人はもう相当やっぱり戻せますから、もう群です。明らかに軍です。軍と関係してます。でこれですね、まあ、ちょっと私一生懸命練習したんですけど、これ今全部揃ってる。ちょっと不思議なですね、こう、回し方をするとですね、不思議な回し方します。これですね、この下2列は揃ってる。下2列は動いてない。ここは動いてない。で上はまあ全部緑で、横がここの3つだけ動いてる。ここが動いてない。ここの3つだけ動いた。これは要するにですね、これ群だから、だからこれは置換群でまず表現できるんです。置換群でね。でその置換群の構造を調べていく。その置換群を組み合わせて、置換を組み合わせて、でここの3つだけ動かすような、まあ、群作用があるかというのを探してくるわけです。コンピューターとかね、まあ、もちろんこういうのがすごいできる人は多分コンピューターなんか使わないんですけど、計算できると、コンピューターで計算できる。何ができて何ができないか、群の構造を調べれば分かる。分かりますかね。ですね、これは要するにこのルービックキューブのなす、群の中に、対象群の中に、これ48次対象群かなの中に、こことこことここの3つ、まあ、つまり面は6つですね、2つありますから面は6つあるんですけど、この6つだけをくるくる回す、巡回群がこの群の中に入ってるという
そう、ここだけ回す、この3つだけ回すっていうのを全部取り出すと、それだけで群になる。そうですね、わかりますか。そのこのこれを回すパターンってのはものすごくありますから、僕すごく巨大な群です。すごく巨大な群の中にこの3つだけ回すっていうちっちゃな群が入ってる。わかりますか。そういうことを計算して調べてるわけです。わかりますか。まあ、あの役に立つ、まあ、ルービックキューブは別に役に立つないんですけども、あの群はそこら中にあるということがなんとなく、まあ、分かってもらえたんじゃないかと思います、ね、これどうやって消すのかな。あ、消せましたね。ということで、どういうふうに役に立つか、なんとなく見えてきたじゃないですかね。身の回りをよく観察して、あ、ここに群があったぞと思ったら、それをハスケル、まあ、ハスケルじゃなくてもいいですね。表現してると、自由群はちょっと省略します。まあ、さっき自由モノイドというのがあったんですが、もう、まあ、大体雰囲気は作ってもらったと思うので、ちょっともう時間があと10分ないので、省略させていただきます。ということで、第2回は、ここで終わります。お疲れ様でしたと。剣道勉強会なのに剣道は一切、ほとんどやっていないということなんですが、ただしね、ただし私は全く無計画にやっているわけじゃないと。ですね。この回の参考書として挙げてありますですね。アオーディ、スティーブ・アオーディのカテゴリーセオリーです、ね、のチャプター1第1章、突然モノイドの話をしたくなったわけじゃないんです、こういうカテゴリーセオリーいろいろ書いてありますけど、ケイリーの定義、 Every group G is isomorphic to a group of permutations。 さっき言った定義です。任意の群は、ある置換群と同型、まあ、だから一応ですね、第一章を本当は少し紹介したんですよ、今日は。ちゃんとテキストをね、全く無計画にやってたわけじゃなくて、あとはこちらにですね、もうちょっと先に行くと、あ、フリーカテゴリーというのが出てきましたね。これさっき見たいですね、これ。フリーモノイドの話で、さっき見ましたね。もちろんこちらに、このテキストに見ると、今日話した内容の詳細な話書いてありますので、結構読めるんじゃないかなと思います。ここにはその、自由モノイドが全部同型であるということの証明とか書いてありますので、とてもこの時間内で話しきれてないので、まあ、ぜひ読んでみてほしいなと、思います。で、要するにその、大事なのは今日やった話をしっかりと理解してほしい。剣論でこの後拡張していくわけです。要するにさっきのこれですね、任意の群はある置換群と同型であるという定理がありました。これを一般化すると、任意の剣はってなるんですね。任意の剣は、まあ、オブジェクトがセットで集合で、アローがファンクションの、剣と、同型である。要するにさっき今任意の群が同型って話してたんですけど、一般化して任意の剣がある具体的な剣と同型っていう話に一般化できます。今日の話をしっかりと理解しておくと、このテキストすごく分かりやすくなるはずです。ということで、今日はですね、これで終わります。長い間とお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、中村さんありがとうございました。皆様も本日、モノイド勉強会お疲れ様でした。次回の検討
の勉強会については明日日にまた、来週の募集ページを立ち上げますので、そちらから応募お願いします。ではお疲れ様でした。お気をつけてお帰りください。そうですね。